アヤパンとは日本の競争馬である。場名は元富士テレビアナウンサーの高島アの愛称と同じだが、場名の由来は馬主の知人の故障であり、関連はない。小柄な品場ながら、その名前と快速ぶり、そして頭を上下に振るパドックの独特の仕草などで大きな印象を与えた。門川秀樹急車に所属し、2005年4月19日の 門別競馬場の農県で800メートル49秒9とこの日の一番時計を出して注目される。6月、北海道競馬の札幌競馬場で行われたフレッシュチャレンジでデビュー。390キロと小柄な馬体重での出走だったが見事に優勝。続く、オープン、ムーンバラットショート2着。リリーカップは4着、札幌競馬の2500万下は6着となるが、 他人のゲムレット賞では1000メートル戦で持ったままで、後続に1.1秒差をつけるという競馬で、解消した。交流重賞のエーデルアイス賞は5着に終わるも、バブルガムフェロー賞は辛くも勝利。北海道競馬の開催終了後に、大井の月岡県自給車に移籍、初戦のシーサイドホープ特別はこれまでのレースぶりから、距離延長が不安視され、3番人気に止まったが、 これを克服して見事に勝利。中央競馬に照準を合わせる。初戦は中山競馬の呉れた化ここで素晴らしいロケットスタートを決めて、楽々2番手を追走、直線鮮やかに抜け出して、アルジェナイ以下を抑え、中央初勝利を挙げる。一息入れて、南関東の頻馬クラシックを目指すが大花賞は、マイナス15キロの大幅バ体減もあって10着。 東京プリンセス賞は、距離不安がささやかれる中で、馬体が、プラス22キロと回復し、うまく逃げたこともあって固着と踏ん張る。ここで、再度北海道競馬の角川秀樹9舎に移籍。一席初戦のフロイラインカップは、逃げようとする、萌え行こうタイムに競りかけられ厳しい展開に。さらに萌えレメジャールや、オーバーローンにもまくられ4コーナーで3番手に、交代するが、 ここから外に出すと再度伸び差し返し、燃えレメジャールに2馬身差をつけて勝って、重傷初勝利を挙げると、コバの混合戦2着を挟んで挑んだ三冠競争の王冠賞。金マッサパッションの2番手から抜け出して、コンテや富士の大ヒットに2馬身半の差をつけ、重傷2勝目を挙げた。その後、再び南関東に戻り、大井の月をかけ自給車に所属。 南関東復帰戦のトゥインクルレデー賞は、中途半端な競馬となりアウスレーゼの6着に敗れる。続く条件戦のペルセウス賞は逃げ切り勝ち。後続に4馬審査をつける圧勝だった。TCK ディスタッフは逃げ切れず、アウスレーゼの6着。ここで、陣営は再び中央挑戦を決断。ターコイズステークスに挑戦する。うまく、スローペースで逃げたものの、直線のビズにしんがり負け。 船橋記念から始動。G1 馬のプライドキム画角の違いを見せつけて、レコード勝ちしたレースで1.0秒差の3着に、踏ん張るが、ここで3ヶ月の休養。復帰戦は、白鷺賞。逃げられずに5着に終わる。ここで、船橋の佐藤健治9車に移籍。初めての川崎競馬場となった、スパーキングナイトチャレンジは惨敗したが、その後4着、2着と調子を上げていった。 しかし、2007年8月16日のクリスタルナイトカップで、左前第一子骨骨折を発症。競争中止し、予後不良となり、安楽死の措置が取られた。ありがとうございます。